パワパパワパワー。あー、カメラ止まった。おい、オッケー。さあ、君は一発で対応できるかな、翔平くん。もう出てるけど。行くぞ。刺した。はっ。出演料10万で。何?She made beans. She made fucking beans. What the fuck? She made fucking beans. What the fuck? あ、これか。翔平がよくやってるやつの。What the fuck?のちゃんとした音のやつだ。どこにあるんだろうと思ってたけど、これだわ。あざす。あ、せっかくなら別のシリーズも拾ってく。クラッサー。ヌデラ。どっから声出てんだ。 What is a sandwich? あの猫じゃねえだろうな。あ、違う。 What is a sandwich, actually? サンドイッチとは何でしょう。 That's an obvious question, right? This is a sandwich. This is a sandwich. This is a sandwich. 間違いない。 But this is also a sandwich. And so is this. But what about a hot dog? Is a hot dog a sandwich? What about a taco or a pita or an open-faced sandwich?What about the crazy new ramen burger? いや、まだ、まだいける。Everyone these days has, but the definition of the sandwich keeps getting more complicated. I mean, even the dictionary is confused about what a sandwich is. これミームなのか?いや、動画としては非常に興味深いんだが、ちゃんと解説動画かもしれん。そうだな。とっても楽しい教育的な動画でございました。回数が25回に行ってさ、ミームと一体何ぞやっていう疑問がね、君たちにとどまらず僕にもちょっとあるわけなんだよ。おすすめされる動画がさ、これまで、おとまらとか、普通にこういう、ただ面白い動画とか、ってのが多かったから、ここまでさ、たくさんの動画が集まってきて、僕の反応とか見てさ、あ、これはミームじゃない。いや、これはミーム。これはミームじゃない。あとは、日本産のなんか、ただの面白い動画ってのがさ、この1000個のうちでどんどん消えていって、で、次回の募集から、いわゆるミームっぽいミームがね、増えていく気がするんですよ。最適化ってやつです。つまり、やっと今始まった。ミーム配信はやっと今始まったのではないのかという。お友達がミーム化するのは珍しいことじゃないから混同しちゃうのかも。まあそれは確かにそう。使いやすいものもあったしな。お友達はシャープ24であったさ、後半めっちゃ続いたじゃん。なんか数十秒ぐらいの面白い動画、あの猫のやつとか、あとカモメのやつとか、ソナキャットもそうだけど、なんか多かった気がするんだよね。シャープ24はああいうのを求めている。究極のゲッタクレーンのノリがミームな気がする。それもそうだね。あ、プレステもあったわ。そうそうそう。ついに来たかって感じ。で、どれで見るんだっけ?あ、マーハマイトの CM です。ジョーゼーマーハマイト。いらっしゃいませどうやって提供したんだ、それ。マーハマイト。抽象がピカソやん。あのゲームだ。味一つ。味超。新鮮さには売りがある。あ、回転寿司。マッハバイト。これめっちゃミームって感じ。マッハバイト。スタンド使いだ。マッハバイト。え？逆さ。あ、逆だったのか。あ、思考が追いつかなかった今。なぜ、こういち TV に案件を出したか分かる CM。こういち TV、案件あったんだ、マッハバイトの。マッハバイト、実は応募したことがあってね、学生の頃。一個も分かんなかったですね。まだ根に持ってるからな。僕分かりました。うるせえ!マッハバイトで今の馬先見つけた。うるせえな!お前落ちたもんな。制服がないから3店舗落ちたわ。3店舗 ?3 店舗だわ。それはおもろいわ。バーティキード、カーシングアティーチャー、アットグラデーションの読めない。 Good afternoon, parents. Good afternoon, boys and girls. Shut the fuck up. Hey, not nice. You need to leave? No, bitch. やばい。ああ。えぐ。これはぜひ翔平にも聞いてほしいですね。翔平の子供できたらこうなっちまいました。Good boy. Shut the fuck up! 誰が教えたんだ。Here's my son. 子供は親の姿を見ていますからね。今悪い言葉を使っているそこの君、今すぐ悔い改めるんだな。全てを理解してしまったチンチラ。あ、好きかも。
おお、凝っているな。大丈夫か使って。ダメじゃねえかよ。なんで小動物で全てを理解しちゃうんだろう。何事もなかったかのように食べ始めたわ。あー、かわいい。全てを理解してしまった気でよく使われるのは、あの映画、インターステラーの曲ですね。あの映画はね、泣けるんですよ。What's worse than a vine? There is only one thing worse than a rapist. Boom. A child. No. 性犯罪者より、もっと悪いものは何でしょう？これ映っていいのか？これも怪しいな。もう怖すぎるわ。Google に検出されそうで終わるかも、このチャンネル。児童を襲っちゃう人が本当はこの人の言いたいところなんだけど、この男の IQ が追いついてなくて。子供だ。子供が一番ダメだっていう。多分そういう感じじゃないですか？ There is only one thing worse than a rapist. Boom. A child. No. いや、天然な人って面白いよな。爆発的な笑いを生み出すよね、たまに。カマチを無視したら3倍になって帰ってきた犬。犬でけえな。かわいいな。あ一回無視したらどうなるかな。一回目の反応を。死ぬ。かわいいが過ぎてしまうんだが。この顔だわ。保存しろ。こいつ甘え慣れているな。前世が人間だったに違いない。Stop, I don't like this game. Tag, you're it. Stop, I don't like this game. ひでえ。Stop, I don't like this game. いや、怖。この切り替えなんかやってみたいな。甥っ子にやったらどうなっちゃうんだろう。トラウマなるわ。やめた方がいいかもな。これはミームですね。サザサザザ。また知らない人のチャンネルの動画だ。Get some help. 何を見ているんだ今。何なんだこの人。うわー、なんだその、あ、タマだっけ、焦っちゃった。アナモさんね、一瞬で疲れたわ。とっとこエヴァ太郎。エヴァ見ていいんすか。あ、曲はハム太郎なんだ。ダメだ、わかんねえわ。怒んないでくれ、頼むから。これ作ったの別の人だから。2009年なの。あ、そんな昔からあるのこの動画。ね、これ何食べてんの。肉肉しいひまわりの種。ゼルエル君、それはタンパク質が豊富なのか。多分豊富、知らねえ。ダイエット配信でちょっとエヴァのネタが入った時にエヴァファンに怒られたんですね。それからあまり手を出さないようにしています。このエヴァ界隈は。今回は怒られても仕方ないかな。多分切り身にするんで。アイカバーの恋愛サーキュレーション。 This song doesn't fit me. It's too kawaii. Shut the fuck up. Donald, if you're not gonna sing, you have to treat us to some McDonald's later. Oh, I'll treat you alright. Just sing this without me. Come on, Donnie. Don't pussy out. あれ、ドナルド・トランプがあまり乗り気ではないぞ。Okay, okay, fine. I'll sing this so good that even Democrats would vote for me. That's the spirit. すげえ、めっちゃ自然だな。せーの、でもそうなんじゃダメ、もうそうなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。うわ、なんか気持ち悪い。あなたが名前を呼ぶ、それだけで十分かっぽ。うわ、すげえな。これ歌ってると思うとおもろ。おい、こいつら仲良しだろ。きつくなってきた。そうだな、ドナルド・トランプとかの性格を考えるとさ、他の大統領と仲良くしすぎているのがちょっときついかな。 Buzz with arms。 あの鳥から手が生えてるやつだろ。
かわいい。ペンギンってサラリーマンってイメージなのかな、向こうで。遠目が筋トレなのはなんとなくわかる。あの浜辺にムキムキな人いるイメージだもんな。 Never gonna give you up boys Clark はいろいろとおかしくて好き。なんかいたな。シャカシャカシャカ。頭やば。What the fuck? うわあ、誰だ誰だ今の。あ、ワンダーウーマンか。ありがとう。この人いつまで経ってもネタにされるよね。この人三ツ矢サイダーの CM 出てたらしいね。マジで。あ、え、あ、いるんだけど。1989年の7月フル。あ、うわ、知らねえ。ダメだ、どこまで行ってもミームだ。新しい発見があったわ。ありがてえ。米付きお茶の入れ方、ジャパニーズトラディション、そのシリーズですね。お茶っ葉を蓋に出します。多いですね、絶対に。急須にお茶っ葉を入れます。こぼしまくりング。ポットからお湯を注ぎます。しょうもな。これは、そうなん、茶筅です。あれ、これ使わなくない。使い方は謎です。1回の量は 30cc が目安。30cc は3回な。今メイデンワリオみたい。このようにお茶を飲むのには角度やタイミングに対する細やかな神経と安全を間違えない集中。終わったらコーヒーなどでリラックスしましょう。お茶とはそこまでのお茶なのか。知らなかった人は実践しなさい。こういうの外国の方に見せちゃダメだよ。本当に覚えちゃうよこれで。そこは紅茶飲みよって。コーヒーなどでリラックスしましょう。しかもこの辺缶コーヒーだったらもっとひどかっただろうな。あいっあいっ、スコーンも用意しろって。どこまででもひどくできるわ。How to pass the paper while social distancing? ソーシャルディスタンスの間、胡椒はどうやって渡すの ?2000 万再生。あ、繋がってんのか。食事台無しやん、今の。あ、すごい。今ここにいるよ、今ここ。あ、すごっ。ちょっと行き過ぎた。あ、3分5秒からって言ってた。うわ、すげえ。おお、すごっ。そこうまくいくんだ。いや、もうオチは知ってんだけどさ。台無しやん。え、待って、故障要素あった今。え？やば。え、これを渡すがためだけのテーブルの犠牲なの？ちゃぶ台会社を見せたかったんやろ、きっと。てかもうここだけの、ここを思いついてこれ作ったでしょ、この人。どうすればいいかなと思って悩んだ末、故障をかけようっていう。名前は思い出せないけど、電車で黒人さんに気が、ナルトサスケって言ってるやつを同じです。調べろと。ナルト、サスケ、ナルト。お前知ってんのか。知ってるよ。すげえ、なんで？あれ有名だろ。あ、これだ。絶対これだ。ナルト、サスケ、ナルト、サスケ、クォー。それはさくらや。サスケ、ナルト、アテカレモトト。なんつった？ナルト、サスケ、途中さマイケル・ジャクソンいたよな。サスケ、ナルト、マイケル・ジャクソン、ナルト、マイケル・ジャクソン、サスケ、ロン・ジェームス、コビー・ブライアン、サスケ、レブロン・ジェームスとコービー・ブライアントだ。意味わかんな。そうか、これ有名なのか。いいねしとこう。スプーキー・スケーリー・ミーンズ・ウィー・スプーキー・スケーリー・スケルトンってやつか。いや、サンズや。あ、これもしかしてミームがたくさん、あー、出てくるやつだ。
俺このミーム存じ上げないおお綺麗だな。3倍タッチバイスパゲッティ、ビッグベンがメガロビニア鳴らす動画があったはず。ビッグベンってそういう使われ方するんだ。エイプウィズ AK-47、 猿がマシンガンを持ってしまったという、とても有名なミームですね。やばい、かわいい。これガチなん？いや、ガチじゃないと思うよ、これ。作られた動画だと思うんだけど。でも、お猿さんって、指先とか器用だから、そういうのやってしまいそうだよね。一気にこの血の気が引く感じ。危な。猿の惑星の CM かなんかだったような気がする。そうなの？ AK-47 は、普通だとちゃんとした姿勢であっても、振動が強いので連続で打つのが難しいです。ジーザスクライストも、お前、ジーザスという名前でなんでそんな詳しいんだ？4って泣く犬。4! クレイジープロッグブロースオリジナル。あーデン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 。アクセル F ですね。ここまで。あ、これめっちゃ合ってる、口の動きが。この幼きビル・ゲイツのさ、トーラン節のやつか。あれがすごいマッチしてておもろかったんだよな。エヴァ吹き替えのシリーズピングニャッキーおすすめです。いくぞ、おん、信じやす。やべえの来た、絶対おもろいんだろうな。この力があれば発進フィールド、操縦が効かない。止まれ止まれ止まれ、うわー、もうやめろ。アクシーすぎる。うわー、かわいい。作戦中止、パイロットの保護を最優先。かわいい。調整室急いで、全開、早く早く投稿する、できるわけない。税金の無駄遣いだな。うわ、これめっちゃ使えそう。人だ、あなたに預けるわ。やらなきゃやらなきゃ、うっ、わからずや。誰だ。止まれ止まれ。あー、やばい。アスカ、やめてよ、私に命令しない。これアスカなの？戦いは僕の仕事、僕が乗ります。やめろ。最低だ。耳元で叫ぶな。必ず殲滅するのよ。何もしたくない。だって全てはこれからだ。レディキング全開。なんで一生あんたを許さないからね。反抗期だ。失敗か。エヴァ電機スタート起動します。ベッドだ。やらなきゃ。こわ。うわ、こわ。スタートスイッチ。これもシナリオ通りだ。ただ可愛いな。アザラシってあんな歯ついてたっけ？ピングのトラウマ界って言われてるやつ。あ、そうなんだ。あ、セイウチか。ニャッキも言っとこう。面白かったから。もううるせえ。お腹ペコペコ。いただきます。父さん、全部お前のせいじゃないか。なんで飛躍した話が。わからずや、このいや。あ、うるせえ。僕を怒らせないでよ。いけ。何もうまくいかない。あーさ、こんな叫んでるもんなの。俺が喋ってる時に部屋をこくな、お前は。あ、これはプレゼントなの。僕がいるよ。ありがとう。ずっとそばにいる。さよなら。あ、うわ、フィールド全開。知らない天井だ。うわ、知らない天井だって、これそういうセリフだったの。やだ、死ぬのは嫌だよ。やだ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 。かわいい。やっぱ見るか。心の準備をしてから見ることをお勧めします。だってどんぐらいの衝撃？リゼロぐらい衝撃。それはリゼロよりもひどいの。エグノードミックペック。あ、足か。あ、この曲知ってる。
頭いいですね。そうですね。どっかのライフハックの動画にあったやん、こういう感じのやつ。荒技すぎる。家上がった瞬間バレるやん。海外だから靴脱がないから、そもそも。で、忍たまバカ野郎もおすすめ。カモン。長っ。アメージング、アメージングじゃんね。こう海外ドラマじゃねえんだよ今言ってんの。アメージングビチングソ。今日腹の調子良かったのにな。おかしいな、しんどい。こんな動画霞むだろうが今の平和。あの声の質がね、めちゃくちゃ Z 界ですね、これ。違うわ。いや、美声だな。声がいいですね、これ。ニアの美声に溺れてるけど、この生レバーの声バカ綺麗。生レバー。ダークソウズボスミーム2。うーわ、もうサムネイルが見てくれて言わんばかりの。うーわ、怖っ、何これ。えぐ。普通にホラー動画だったんだけど。ああ、なぜそこに。今度はなんだ。あ、え、あ、フィルターがびっくりした。ジョンウィックには勝てねえわ。うーわ。おお、な、びっくりした。いや。そのコスプレはえぐいな。ホモーみてえだな。これのインパクト強よ。思わず再生しちゃうわ、こんなのあったら。雲の演出好き。うん、それは俺も思ったわ。中段だけかと思ったらさ、でけえの奥から出てくるじゃない。これガチモンなの。いや、もう見たくないけどな。ちょっとあんま。Tubers, what are you doing? Kiss noise. TikTok audio. おう。なんだこれ。良い耳は3回見てしまう。今3回見た俺。かわいい。信頼してる者に裏切られたネイマール。俺の別のやつがもっと好きなんだよな。なんと手が出るんだ。あ、それ、そう、ジーザスクライストが言ってる、ドア吹き飛ばして、こう、引っ張り出される動画があって、それが好きなんだよな、俺。車裏切り？マジ？すんごい、そんなドア取れることある？これもとっても好きなミームですね。ドラえもんのここの音出ないんだけど。うわ、これめっちゃ好きだ。出た！この音だけ出ないんだけど、なんで？これやば。これめっちゃいいな。バトルドームなんですね、シュレイ君。ここの音だけ出ないんだけど、なんで？このし、このアニメシュールだな。出た！バトルドーム出るよ！これバトルドームも出たって言ってたんだ。俺何言ってるか分かんなかったわ、これ。今日理解したやっと。超エキサイティング。ドゴスマックスキャットインスノー。その素材くれ。かわいそう。ああ
終わる、また見てしまったよ、たくさん。もうこういうのでおまわりは助けてくれないよのショートで、おまわりは助けてくれないよ、おう死にたい、ザこわっ、後の方で主人公を助けるキャラみたい、わかる、てかめっちゃジョジョみたい、服装が、おまわりは助けてくれない完全にジョジョエフェクトやん、これは。隣のサラリーマンにエフェクトつけるな、すごい。これ乗る電車間違えましたね、スタンド名サラリーマン、あ、サラリーマンか893吹き替え、てめえの人は何もあんだこの野郎、知らねえよバーカ、焦ってたこの野郎、ぶち殺すぞこら、ヤクザだな、2枚も3枚も持ってたろこの野郎、調子に乗ってると容赦しねえぞ、言うとおりにしますんで、悪いと思ったら見つめろよ、あ、やべえやばすぎる、許してもらえませんか、格好つけてんじゃんこの野郎、あーよかったな、じゃねえよてめえ、おい怒られた、イカ様やったんで腕折ってやった、そんなこと聞いてんじゃねえんだ、あんま調子乗ってるとまた無茶ぶち込むぞ、アウトレイジってこんな映画なんか、声だけで分かるなんて、たけしって個性的な声だったんだな、言われてみれば一瞬で分かったわ、顔浮かんだわ、ピング優秀なベースだな、ちゃんとピングのオリジナルを見るべきですね、まずは TikTok でバズったポケモンの鳴き声モノマネ、新人のバイトの子にいつお客様のお皿を下げるか聞かれるも、忙しすぎてムックルみたいになってしまう人、できる時でいい、注意したのにミスをしてしまう人に呆れて声をかけるも、ミスズメみたいな、聞こえる、ほら言ったやん、して謝罪物事が全然決まらず呆れて発言するも、ディアルガみたいになってしまう人、これでいいよめっちゃ聞こえる、アイディアショーすぎる、お花見でいいところを見つけた時にナイトルみたいになってしまう人、ここよくね、最後跳ねるのはちょっと無理すぎる、大学の友達の家に集まりやりたいことを言ってくときにドンベルみたいになってしまう人、タコパドンベルに関しては見た目がタコパ好きそうだもんな、そもそもできる時でいいしっかり音節の区切りがあってさ、聞こえてしまうのがもう The Playground Safety Inspector、 公園の安全性評価係、 Yeah that's good、 I like thatThat could happen. That's your kid there. Your kid can hit the head there. Hit the head there. Hit the head there. Or get down safely. Massive rocks on the playground. He did. Oh my god, I love binoculars. 絶対やらねえから。うわ。それはめっちゃありそう。Your kid.起こりうる最悪の可能性が全て詰まっていたな、さっきの。音やば、なぜなぜすぎるんだけどこれこれやばこれやば、投げてるやん、いやもう子供たちはそういう勢いで突っ込んでくるんだって、きっとオレオミーム、もうこのオレオミームのさ、オリジナル論争をしたいんだけど、もうここにもいる、もうはじめのやつって、どっちがオリジナルなんだ、はじめ社長なのか、それとも海外勢なのか、こういう流行ったミームって僕基本的に海外が発端だと思ってるんだよ、元ネタ日本なの、日本から広まってはじめ社長やってじゃないっけ、そうなん、あ、参考にさせていただいた動画ってあるわ、オリオ、海外じゃねえかよ、参考にした動画ってちゃんと貼ってあって、オーレオ英語で出てきてるし、ミームドラゴンさん、やっぱ海外じゃねえか、これは日本発祥ミーム、何、あ、はじめ社長のネタ元は海外だけど、オリジナルはマジで日本なんだな、一体誰だ、ツイッターの画像だって、やべえ、錯綜している、あー、もうわからないよ、オレオ日本発祥ってミーム解説チャンネルで聞いたことある、マジか、じゃあまあひとまずそういうことで結論付けておくか。O and Rio. O and O. O and O. O and O. Rio. 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 O. Rio. O. Rio. 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 Rio.これで。で、その募集が終わった後に書かれたコメントは、面白いのいっぱいあるんだけどね。これ見ないっす。いや、Twitter ではない。YouTube のコミュニティってところにまた新しく作ります。複数提案していいですが、その複数の話ね、せいぜい10個ぐらいかなって思います。2、30個投げたら、裏で勝手にバンしておきます。1コミに複数入れるのはあり、まあ、せいぜい2個か、2個ですね。それは。今日みたいに9個とか入れたら、
僕は見ません。バイバイ、シェイ君バイバイしてください。バイ。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの兄弟を気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。その他の動画もチェックしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ずっとそれ